なに、横田裸足寒くねえの？初日に鎖骨を折りまして、今ギブスつけてます。それでさ、さすがに治ってるだろ。雪多いですね。長野さん、本日デビュー戦です。はい、イエーイ。だって折ったとかなんとかってのは勘弁してちょうだいね。大丈夫、プロテクター買ってるんで。肋骨とか折れないようにしない。肋骨もね、折れないようなね。膝がもうちょい、ま、曲がる曲がる。鉄落とさない。手が前。チャイルド死にました。て行きたい方向に体を向ける。もっと前に体重でかけて、前に前に股関節曲げて体前に倒す。て手もっと広げて、ボールを1メーターぐらいのボールを抱えるぐらいな感じ。肘が曲がってる。今日どうでしたか？なかなか大変でした。大変でした。楽しいです。楽しいです。はい、スキーは楽しい。はい、いただきます。もうこっちから。なんか言いたいそうで、はい、言いたくないですけど、頑張りましょう。デイ2。うわぁ、もう来てるよ。もう来てる。ノーチャイル。今日はスノーチャイルドじゃないです。しっかり取れ。じゃあ工藤さん、後追いしましょうか。強引にでもまっすぐ行かせるしかない。一回回るじゃん。よし、じゃあ行くか。追い取ろうか。行きます。取れないよ。追いついてこれないもん。誰か取ってくる。その代わり俺遅いよ。遅く行くよ。頑張って遅く行く。頑張って遅く行かなくていいよ、うん、早く行っていい。だって追いついてこれないでしょ。
このリフトでカモシカがいると言ってますが、これ一番下からの1本目のリフトなんですけど、野生のカモシカがいるでしょうか。わあ、電池がもう有馬温泉です。電池交換すか。上上がって。うん、ジンバルだね。首がダメか。Go, go, go, go.
はい、感想。疲れた。はい。ついてる、大丈夫。大丈夫。疲れた。手だよ、手。出ました、おめでとうございます。よくできました。ちゃんとストック通した方がいいよ、それから滑り始めた方が。はい、再スタート。はい、手を気をつけて。はい、よくできました。こびちゃいましたけど。え？こびちゃいました。あ、松田いた。片付いたの？あれ松田だったの？あとはもう、田原はまだかかんない。感想は今回は。あ、よかった。あれ、ぶつからなくてよかったよね。リフト券を回収忘れてデポジットの回収を忘れてしまいました。約1年、戻ってきました。スタートはこれで OK です。はい、どうですか、大丈夫ですか。変えてました。はい、皆さん気をつけて最後まで、最後まで気をつけてください。はい、はい、この、あの、この車電柱ぶつかることあるかもしれない。じゃあ